皆さん、おはようございます。レックス選に講師、吉澤淳でございます。民法第13回、第1ターム、始めたいと思います。第13回のメインテーマは、即時取得でございます。物件編のテキスト、63ページ以降ですね。はい。今日はこちらからスタートということになります。はい。それでは、即時取得、一体何なのか。 概略をです、ね、まず具体例とともにお話ししたいと思います、まあ、即時取得は動産、まあ、不動産、不動産動産というと動産ですね、動産限定の強烈な制度でございます。どういう意味で強烈なのか、まあ、こんな感じですね、A さん、はい、A さんが僕、B さんですね、はい、この動産、貸しました。はい、で僕が、C、さんに これを売っちゃいました。僕、所有者ではないですよね、借りてるだけですから、売っちゃいましたと。で、C さんがあ買うときにですね、この動産、僕の所有物だと過失なく信じて買いましたと。で、はい、どうぞと、はい。これで C さん、ボールペンの所有権ゲットということでございます。これ、さんからするとです、ね、何にも… 落ち度がないと思いませんかねはい、何にも悪くないのに僕に貸しただけなのにボールペンの所有権を失うことになりますこれが即時取得のイメージでございますはい、じゃあなぜ民法はですねこの即時取得という制度を設けたのか制度趣旨の話になりますけれども根底には工事方法公に示す方法ですね工事方法についての不動産と 不動産は例えばですね誰が所有者なのかについては不動産登記記録に記録されますそしてその記録は誰でも見ることができますそれに対して動産については原則登記に相当するようなものがございません なので、動産についてはです、ね、本当の所有者が一体誰なのかを調査することが、まあ、極めて難しいということになります。にもかかわらず所有者ではない人から買っちゃった以上です、ね、何が何でも所有権取得できません。これじゃあ、動産の買い控えが生じ結果、経済活動が萎縮することになりかねない。 だから、一定の要件のもと、ね、所有者ではない人から買ってしまった場合にも所有権取得を認めているわけでございます。もともとの所有者に何ら落ち度がなくても、まあ、これがポイントですね。で、このもともとの所有者にですね何ら落ち度がなくてもという点についてです、ねまあ、1点だけ復習しておきたいと思います。キーワーワドは更新力 公信じる力,力でございます我が国の不動産登記まずちょっと不動産の話からですけれども不動産登記には行信力があるんでしたっけないんでしたっけそうですね我が国の不動産登記には行信力はないということでございましたそれでは次我が国の不動産登記には行信力はない といいうううのは一体どういう意味ですか、はいえー。こういう意味でした不動産についてですけれども真実の所有者 A で不動産の登記記録上の所有者 B でこういった状態で C さんが登記、ね、記録を見てあ B が所有者だと信じて B からその不動産を買ったとしてもそれだけでは C さんは不動産の所有権をゲットできないという意味でございましたそれが我が国の不動産登記には更新力はないという言葉の意味でございました、まあ、ただどうでしたかね A さんに落ち度があった場合例えば登記記録上 B さんが所有者として記録されている、そのことを知りつつ、その状態を長期間放置したような場合には、はいどうでしたっけそうです、ね、94条2項、類推適用、これによって、C さんは保護されるんでした、はい、民法総則ですね、そちらで学習した内容でございます。 でこの我が国の不動産登記にはあ更新力はない、えー、との比較でいうとです、ね、民法は即時取得という制度によって動産の占有状態先ほどの ABC で言うと B ですねこの動産の占有状態に更新力を認めているということができます。真の所有者 A に落ち度がなくても買い主 C がですね所有権を取得できちゃうわけですからねはい、えー、以上制度趣旨に関するお話でございました、えー、それでは即時取得についてのですね条文を見てみましょう民法条はい、えー、私テキストの方を使わせていただきますけれどもこちらですね即時取得の条文でございます はい、まず取引行為によって平穏に勝つ公然と動産の専用を始めたものは善意でありかつ過失がない時は即時にその動産について,のついて行使する権利を取得するとありますね。で今あの今ピンクのマーカーで、えー、マーカー引っ張ったところですね。まあ、こちらが、 いわゆる要件効果でいうとです、ね、要件の部分でございます要件を定めている部分でございますねで効果を定めている部分がこの後ろの部分です即時にその動産について行使する権利を取得する、はい、で今この要件をマークいたしましたけれども、まあ、こちらですね占有を始めた。 とあります、まあ、これも要件なんですけれども、はい、この占有を始めたについてはですね前回178条、動産の対抗要件のところで軽く申し上げた点が絡んできますすなわち占有改定が含まれているかいないかでございます占有改定というのは、まあ、例えば売買で申し上げますとですね 売り主のもとに、動産の所在がとどまったまんまのちょっと変わった引き渡し方法でございまして、その専有改定がですね、含まれるか否か、これが民法のいろんなところで問題となってくる、含まれる場合もあれば、ああ含まれない場合もあるんですよとこういうような話を軽く前回したかなと思いますで、ここでちょっとね、まとめておきたいと思います。 はい、将来やる範囲も含まれておりますけれどもね、はい、まず前回やったのがこちらでございます178条の条文の文言を使いますと引き渡し、はい、でこの引き渡しに占有改定が含まれるか。 はい、どうでしたっけ動産の対抗要件、はい、不動産は登記でしたけれども、動産は引き渡しだみたいな話が前回あったと思います。はいえー、これ、専有書いては含まれるんでしたか、含まれないんでしたか、はい、こちらは含まれるということでございましたそして、えー、今やっておりますのがこちら192条即時取得の条文でございますけれども、はいえー、条文の文言そのまま書かせていただきますと、専有始初めた。 はい、この専用始めたあ、に専用会議が含まれるかどうか。まあ、これ、後でテキストでも出てきますけれども、結論としてツでございます。はい、そして、こちらはちょっと将来やることになってしまうんですけれども、横断整理ということで書かせていただきます。333条。 こちらですねちょっと難しいかもしれませんけれども、動産上の先取り特権の追求力制限について規定している条文なんですけれども、条文上の文言、引き渡したとあります。こちら、占有改定含まれるか、含まれないかで、丸でございます。そして最後ですね、344条、はい、引き渡す、こちら、7件設定契約。 についての条文でございますが、7件設定契約、惰性契約、用物契約でいうと、用物契約なんですけれども、用物契約、物の引き渡しを要する契約と書いて、用物契約でございましたが、はいえー、そちらの引き渡し、はい、専用改定、含まれません、えー。ということで、×でございます。まあ、以上ですね、えー、このような形で、〇、まあ、×〇×ときれいに並んでおりますけれども、まあ、試験体削除、この専用改定が含まれるか否か。 についてまあ、この4つを押さえておいていただければそれでは条文の方ですねもう一度戻りましてこちらまずちょっと効果の話をしておきたいと思うんですけれどもこちら即時にその動産について行使する権利を取得するとありますね。 これちょっとぼやっとしてますよね。でえー、テキストなんですけれども72ページ、えー、お開きください、はいそえー。こちら3番でございます、えー、即時取得の効果、えー、という条文でございます。で、えー、こちらですね、上1行読んでみますと即時取得の効果は所有権または質権を原始取得。 すするることとでであると、まあ、今知知権はいいですあもう所有権だけで、えー、勉強の方を差し当たって進めていただければいいかと思いますが所有権を原始取得することである、えー、これが即時取得,要時取得の要件すべて満たして即時取得が成立しますとなったときに生じる効果所有権の原始取得、はい、この原始取得イメージ湧きますでしょうかね。 原資取得でございますあのイメージといたしましてはです、ね、先ほどの ABC 使いますとです、ね、あの A さん所有の動産を僕が借りて僕 B ですねで僕が C さんに売りましたで、まあ、仮にその即時取得の要件ですね全て満たしてますよとういうことになりますとこの所有権の原始取得という効果が生じるわけでございます。イメージとしては C さんのもとに所有権がボン,ボンって感じですもういきなりボンと発生すると C さんのもとにです、ね、要件満たします、ボーンと所有権が C さんのもとに発生するというのがイメージでございます。でその反射的効果としてその反面ですね A さんのもとにもともとあったその動作の所有権それが消える。 バーンと発生する。だからもう消えざるを得ないわけですけれども、消えると A さんの元にあった所有権が、えそういうイメージでございます。で、この原子取得という言葉自体は、あ一度民法総則のところで出てきてるかなと思います。どこで出てきましたか？はいそうですねあの自己 による所有権取得のところで、この同じ原資取得という言葉、で出てきているかと思います。はい。あの、所有権で、ちょっと、お、お話しいたしますとですね。所有権の取得の仕方としてですね。まあ、こういうふうに分けることができるわけです。今言ったのが、まあ、原資取得ですね。 はい、で、こっちの方が一般的です。取得。所有権の取得形態として、まあ、この2つこの言葉ね、押さえておいてくださいでこっちを上に書いちゃいましたけれどもこっちが一般的でございます。で、承、え、継、ー、取得というのはですね、まあ、そのままです。 まあ例えば A さんが B さんに何かを売りましたとで A さんから B さんに所有権が移転してくるということですよね。で B さんが、承継取得という言葉を使うとですね B さんが A さんから所有権を承継取得したというふうに表現することができます。要はそのの所有権の移転 とといいううのののでできるわけですよね取得の場合というのはで同じくまあ相続なんかでもそうですねお父ちゃんが亡くなりました、はい、で相続人のもとに不動産とか動産の所有権が移転します、まあ、これも非相続人であるお父ちゃんから相続人へ所有権がこう動いていくわけでございます所有権の承継取得でございますよろしいでしょうか。で 今、僕、証券得についてです、ね、2つ申し上げましたけれどもまず売買契約など、まあ、その特定の財産の売り買いなんかをちょっとイメージしていただきたいんですけれどもお特定証券というふうに言いますね。はい、で2つ目の具体例相続の場合ですけれども。 これを包括承継とか、まあ、一般象形といったりもしますけれども、はい、これが例えば相続とでこちらが例えば売買とういうことになってきます、まあ、この「包括象形」という言葉もうそのままなんですけれどもあの相続が発生しますと。 まあ誰かが死んじゃいますとその人に帰属していたですべ、ねえー、ての権利、そして義務、まあ、一切合切相続人に承継されます、えー、包括承継ですね、まあ、それに対して売買契約、これを売る、買う、まあ、特定の,この財産についてですね、売り買いをする、当然所有権が移転するのもその特定の財産についてだけ、えー、ということになりますのでね。 イメージされるものそのままでございます特定証券包括証券はいでいずれにしてもですねこの特定証券であろうが包括証券であろうがこの所有権の証券取得というのは所有権の移転というものを見て取れるわけでございます誰かから誰かに所有権がウィーンとこう動くということでございますねでそれに対して原資取得というのはですねそもそもこの動きが 見て取れないいわけででござまます関連できません先ほど申し上げたように、えー、即時取得の場合で言うとですねもともとの所有者 A で僕所有者ではない B で C さんが飼い主で僕が C さんに売りましたとで即時取得の要件すべて満たしていると C さんのもとにいきなりバーンとこうね所有権が発生するイメージです。 売り主、買い主売り主、買い主なんだけれどもそもそも売買契約の締結の時点で僕にこの動作の所有権、帰属してませんから売買契約締結したところで僕からこう動いていくべき所有権がそもそも僕のもとにないということでございます。 だから C さんの,この即時取得の場合の所有権の取得形態としては原資取得と、まあ、考えざるを得ないわけですね。いきなりバーンと所有権が C のもとに発生するでその反面、もともと所有権が帰属していたのは A さんなんですけれども A さんのもとにあった所有権が消え失せるというイメージでございます。よろししいででょうか、はい、それではです、ね、次 もう一度この条文にです、ね、戻りますけれども、はい、この要件、条文にこうマークいたしましたこの要件です、ね、が次のページ、64ページにです、ね、まとめられております。はい、図表の57です、ね、即時取得の要件。 で目的物の要件、えー、として、動産であること、これ、条文に明記されてますね。で次、全種の要件、まあ、この上の絵使いますと、この人ですね、はいえー、無権利者、ね、ないし無権限者が占有していることということで、はいまあ、この無権限者というのは、ですねあの売る権限がないというイメージで呼んでいただければよろしいかなと思います。で、3つ目、有効な取引行為の存在。 まあ条文上取引行為という言葉上が上っておりましたねで取得者の要件、まあ、この絵でいうと C さんでございますけれども、はい、平穏公然善意無過失で全種これ B のことですが B の専有取得する、まあ、この専有取得するっていうところについては条文上の表現を使うと先ほどね、えー、専用有を始めたという言葉が192条に上がっておりましたけれどもはい。 以上、この要件が即時取得の成立要件でございます。まあ、こちらは条文上、明記はされてませんね。二つ目、無権利者、ないし、無権限者、えー、という要件ですが、まあ、こちらはですね、もうそもそも即時取得という制度がですね。まあ、この無権利者、ないし、無権限者から勝った。えー、そのような場合にも、C さんの所有権取得を認める、えー、そういった制度でございますから。 まあ解釈上も当然、えー、要求される要件と言ってよろしいのではないでしょうか。はい、で繰り返しになりますけれどもこちらに上がっている要件すべて満たして初めて効果発生でございます、えー、所有権の原資取得、えー、という効果がそこで初めて発生いたしますので、ねえー、そちら、えー、お忘れなく1個でも書いたら即時取得は不成立。 効果は発生しない。よろしいでしょうか？はいで。テキストま縦1番からですね。この目的物が動産であること、これ1個目の要件についてです。1個目の要件について、ここが説明してくれてますよと。とで、同じく2個目の要件について、えー、細かい点を含めて説明してくれております。で、あと、まあこの即時取得に限った話ではないんですけれども。 まあ、特に民法ですかね、あの勉強を進めるにあたって、頭の中でどうやってこう情報整理していくかという話なんですけれども、例えばこの即時取得でしたら、まあ、このようにまあ要件が分解されて載ってるわけですよね。で、あの例えば、動産であることという要件があると、その動産という要件、 に関して過去その最高裁の判例においてですねこういう事例が問題になりましたでその事例について過去の最高裁はこういう判断をいたしました192条が言っている動産に当たるのか当たらないのかという判断でございますそんな感じの情報整理というかですねそのまず要件が4つあるんだとこの抽象的なこの要件ですねまず頭に叩き込む必要があります。これを でこれを叩き込んだ上で一個一個の要件ごとに判例知識を整理していく4つだったら4つ5つだったら5つの要件壊りますでそのうちの1個目の要件についてこんな判例がありますよそんな形で情報整理をしていくと頭がすっきりするかなというふうに思います。 はい、それでは要件ごとにです、ね、大事な点を見ていきたいと思いますけれどもまず、動産という要件についてですけれどもこちらの図表ですねぜひすべて押さえていただければと思うんですが例えばですねこれね登録自動車登録のある自動車×ですよとなっております。 はい、これは自動車って、動産か不動産かというと当然、動産なんですけれども登録自動車については192条の鍵括弧動産すなわち192条が言う動産には当たらないだから、動産という要件を満たさないだから即時取得不成立という流れになるわけでございます。 ちなみにこれ、えー、登録自動車については、はい、192条の鍵括弧動産には当たらないわけですけれども、なぜですかね、はい、もうそのままです、えー、登録自動車、登録されている自動車でございます、登録制度にのっとって登録されている自動車であると。なので、 本日冒頭で申し上げました即時取得制度の大前提ですね不動産には登記というちゃんとした工事制度がある動産には原則として登記に相当するような工事制度がないそれが出発点でございましたはいで動産なんだけれども登録自動車についてはちゃんと 登録という制度がありますよねとこれも不動産と同じように捉えていただければいいわけでございますだから192条の鍵確保、動産には当たらないだから即時取得は成立しない、えー、という結論になるわけでございますあと1点ですね、まあ、ちょっとこれは試験に出る出ないというところはさておきですね常識的な話としてこれを押さえておかれると良いと思いますこの番、えー、ですね金銭 金銭、これ、罰と192条の鍵括弧動作には当たらないということなんですねで。そちらの理由がですね、ここに載っております、欄外ワンポイント星3番でございます、金銭についてはあ、占有者が常に所有者となる、だから無権利者から占有取得するということが考えられないとありますね、まさにその通りでございます。 これが金銭の特殊性と言ってもいいんですけれども例えば、泥棒さんなんかをちょっとイメージするとです、ね、あの人の家に無断で入っていってあさってで現金あったんで盗んできましたとで僕がその泥棒さんやとした場合にですね その当該金銭持ってきたその金銭の所有者は僕になってしまいます当然、同じ価値を持ったお金解散とあかんですよんとあかんですけれどもその札束何枚か知りませんけれども当該その札束の所有者は泥棒さんのものになってしまいますのでねそこがちょっと他の動産との違いで結論として192条の鍵括弧動産には当たらない、えー、ということになります。 はい。それではですね次、はいこちらでございます。二つ目の要件ですね。この絵でいうとこここの人ですね。はい B さんの要件でございますけれども全種が無権利者無権利者ないし無権利者であること、えー、という要件でございます。はい。で各一部分こちら見てください全種 ABC で言うと B が単なる借り主7賢者受記者であるような場合丸とありますがこの要件ね2つ目の要件これを満たすという意味の丸でございます例えば今日冒頭で挙げました具体例がまさにこの事例ですけれどもあの動産借りましたと僕がで僕が売っちゃったっていう事例で考えていただければと思いますけれどもあの単なる借り主ですね 使う権利はあるけど売る権利はないわけですね。その動産を使う権利はあ,るあります。だから全くもっての,その無権利者という表現はです、ね、あまりよろしくないということでこの無権限者ないしとかっていう表現を加えているわけですね。まあ、売る権限はないのは確かですよね。はいでございますでその具体例がこちらに載っておりますけれども。はい AB 間で、動産の賃貸借契約締結 B さんが借り主ですとまあ借りてるだけなんで当然、これ所有権はここにあるということですねでこの状態でその動産について BC 間で例えば売買契約締結とあちなみにですねあのこの譲渡っていう言葉この譲渡という言葉は結構あの民法のテキストで出てくると思うんですけれども この言葉出てきたら、まあ、この2つをイメージしていただければと思います。おおだからまああの譲渡という言葉の方があの概念としては広いですね、売買よりも。まあ、この2つを含む概念だというふうにお考えいただければと思います。で、えー、こちらですね、所有者ではない B さんが C さんにその動産を譲渡したと。 この B さんは、はい、売る権限はございません所有権ないですからねなので他の要件満たせば C さんは即時取得可能ですよすなわち当該動産の所有権の減収取得が認められますういうことになるわけでございます。はい、で、まあ、同じようにです、ね、下見てください。A、2番。 全種の所有権取得行為が無効または取り消された場合にこれを所有者だと誤信して取引する場合○。ということでこちらもここののつ目の要件満たせよとといいうことでございます例えばということで下こちら見てください EX のところですね AB の動産売買が無効だったが B は当該動産を自己物として C に売却。 はい、まず AB 間で売買契約が締結されたわけですけれどもその売買契約が何かしらの理由で無効だったと、まあ、例えば A さんの意思無能力とかその辺をイメージしていただければいいかなと思うんですけれども、はい、AB 間で売買契約が締結されたけれどもその売買契約が無効ということはどうなるんですか有効な売買契約の場合に生じる はずの効果が生じないということになりますので A から B への所有権移転まあこれ有効な売買契約であれば当然生じるわけですが A から B への所有権移転えこれが生じないということになりますので当該動産の所有権は未だここにあるということになります B のもとに所有権は動いていってないその状況下で BC 間で譲渡まあ例えば売買で考えてみてくださいとはい B さん所有者ではないですからねはいこの要件ですね全種が無権限者ないし無権利者であることその要件を満たしますよと他の要件満たせば C さんは即時取得可能ですよということになるわけでございますはい、えー、それでは次括弧3番見てください これちょっと非常にあの初学者の方にとっては厳しいかもしれません。右側に、えー、点線のところにですね。あの比較事例というものが載っております。まずこちらからお話ししましょうかね。比較事例。 これまあここですね即時取得ではない対抗問題であるって書いてありますけれども、まあ、即時取得の問題ではない、まあ、条文番号でいうとこの192条の問題ではないと対抗問題これ前回言った192条の問題ではなく178条の問題である。 ということですね、この事例についてはでこの事例というのは、はい、1、2、3、4のこの順番が大事なんですけれども、はい、ゆっくり行きます。A、B 間で動産についての売買契約締結、はい、次、丸二番 AC 間で同じ動産についての売買契約締結丸三、はい、番 A が B に対して 占有改定の方法による引き渡しをした。占有改定であるということは、動産の所在はここに留まってるはずです。だからこそ、丸四番。A が C にその動産について現実の引き渡しをした。という事例でございます。はい。で、この事例は、まさに、 不動産のところでやりました177条の対抗問題ですね。先に登記を備えた方が勝ちやでという話をしたかと思いますがそれとまさに同じ事例なんですよねまずこの売買契約 AB 間で同じ動産について AC 間で売買契約、はい、ちょっと思い出してくださいねこの言葉とここに書いておりますが。 こういういいお話を以前したかと思います。不完全物件変動という考え方ですねこれ二重譲渡と呼ばれる事例の場合に、まあ、このキーワードが出てくるわけですけれどもまさにこの事例も 同じです動産不動産じゃないってだけで動産の二重譲と事例でございます同じ動産について AB 間で売買契約 AC 間で売買契約、はい、先に対抗要件たる引き渡しを備えた方が勝ちということになるわけですねでこの不完全物件変動について軽く復習しておきますとですね AB 間で同さんの売買契約締結とまだ対抗要件を備えていない段階では、まあ、ここにもう所有権のかけらが残ってるみたいなイメージですこの売買契約で所有権移転は一応生じるんだけれどもかけらがまだ A さんのもとに残ってるその状況で AC 間で丸に売買契約締結またかけらが移転するって感じですねイメージですこれあくまでイメージですけれどもこの二重譲渡事例においては ま、所有権のかけらがですね、A、B、C、三者に、こう、点在しているような状況、散らばってるような状況が生じるんだと。で、先に対抗要件を備えたのがどちらか、B なのか C なのか、によって勝者が決まる。例えば、この事例においては、丸三で引き渡し、で、占有改定が行われております。で、前回やった話ですが、178条の引き渡しには、 で今日もまとめましたが、板書で占有改定が含まれます。なので、B さんは C さんよりも先に、動産の対抗要件である引き渡しを備えたということになりますので、3の時点で、この散らばってた所有権のかけらが一気に B さんのもとに集結し、B さんが完全な所有者として認められるに至る。 というイメージでございます。よろしいでしょうかね。ポイントは。一二三四、この順番です。一二三四。不動産の二重譲渡、登記先備えた方が勝ちだよ。あれと同じ。はい、で、今。お話ししたいのはこっちではなくて、こっちなんですね。左の事例でございます。 まずこの上の文章を読んでみますと A が B に譲渡し占有改定による引き渡しを済ませ無権利者になった後に占有がなお A にあることにより A を所有者だと信じて C がさらに A から譲り受けた場合。ということなんですけれども、はい、こちら右の事例と、はい、何が違いますか右と左の違いはどこにありますでしょうか。 はいそうです丸、ね、二と ○3、えー、この順番が入れ替わっております入れ替わっておりますねまず AB 間でとある動産について売買契約締結ここまでは右の事例と同じでございますそしてここからが違う A が B に占有改定の方法による引き渡しをしたということでございます いいですかね、これが先行してます AC 間の売買契約よりも先行しているこの占有改定による引き渡しがこれがポイントです、でこれって要は不動産とかで言うとですね B が登記名義人になったと同じ評価を加えていいということになりますなので、この引き渡しをもって B が完全な意味での所有者になります。 完全な所有者として評価してもらえる状態になります、この引き渡しでもってですね。それがさっきの事例と違うわけです。ここの売買、AB 間売買契約でこの引き渡しよりも前に売買契約、AC 間ということなんで先ほどの,あの不完全物件変動云々という話になってくるわけでございますけれども今回はもう AB 間でやること全部済ましてる感じです、イメージとしては。 引き渡しまで終えた。もう B さんが完全な意味での所有者だ。反面、A さんは完全な意味での無権利者ということになります。いいですかね、無権利者になるわけです。この本当の意味での無権利者。完全な無権利者に、この丸二によって、えー、成り下がる。で、その状況下で AC 間で売買契約です。その状況で AC 間で売買契約。 もう A のもとに所有権のかけらなんて残ってないですからねさっきと違いますよこっちのケースと違いますからかけらなんて残っていない状況下で AC 間で同じ動産についての売買契約を締結したまさにこのケースというのは今やっている要件これ全種が無権限ないし無権利である、えー、この要件満たすケースですよねとこの無権限ないし無権利者状態において c に売ってるやんかということでございます。よろしいでしょうか？なので、まあこれ善意無価値とか、他の要件についてまあ、上がってません。けれどもね。はい、えー、他の要件えー、全て満たすのであればあですね。c さんが所有権の原資不得をするということになるわけですよ。他の要件満たせば。c さんがその動産の。 所有権もですね、原始取得するということは当然これ一旦これ所有権ゲットしたと思ってた B さんのもとから所有権が消え失せるということになりますからね。はい、ここにバーンと発生してここから所有権が消えるというイメージでございます。よろしいでしょうか。であのこの事例ですね、あの左と右に上がってるこの事例、まあ一つこの即時取得非常にあの出題頻度高い。 分野でございます。で、仮にまあどちらが出るかちょっとわからないんですけれども、あの出たときにやっぱりこう合比を分ける足になるであろう事例でございます。ぜひこの丸二と丸三の順番ですよね。そちらに注意してですね、問題文を読むようにしてください。 あの即時取得の,この事例の問題もです、ね、結構、行数が多くなりがちです具体的な事例問題を作ろうとするとです、ねえー、なので、えー、この2と3の,その戦後関係を読み間違えてしまうとおちょっと致命的ということになりますからあぜひ、落ち着いて正確にこの順番時系列というのを把握していただいて正語、えー、判断をしていただければという,ふうに思います。 はい、やっぱりまあ即時取得、冒頭で申し上げたとおり、動産限定の制度でございますので、不動産登記法では絶対出題できないようなあの単元ですよね、当たり前なんですけれども、なので、あの民法での出題頻度というのは、あまあ非常に高めであるというふうにお考えいただければと思います。 はい。えー、それでは、ああ、切りが、ああ、よろしいですので、えー、ここで、えー、休憩時間とさせていただきます。えー、休憩にいたします。